本校では、通信社の歴史を外観する。国家を代表する通信社の栄語性水は往々に、して、その社が属する国家のそれ時を一にしている。すなわち、国家の勢力圏の拡大は、通信社の販路の拡大に直結するものであり、通信社の配信する記事の増大は、国家の発言力の増大を意味する。国営通信社にその傾向が顕著であることは、もちろんであるが、 その他の通信者も多かれ少なかれ同様の性格を帯びている。フランスのアバスや日本の同盟通信者は国家の幸福直後に解散。対してアメリカの AP は第一次世界大戦後の国家の流星と補調を合わせて伸長し世界最大の通信者として踊り出た。通信者はその業務の性格上膨大な資金力を必要とする。 ことに営利組織の場合、一般ニュースの配信のみで経営を維持するのは困難であり、視力に乏しい社は次々と淘汰された。それは、熾烈な競争を勝ち残ってきたロイターについても同様である。かつて映画を誇った同社の一般ニュース部門は、1960年代には、不採算部門の落印を押され、一時は売却すら検討された。対して、経済通信部門は、 流星を極め、同社の売り上げの大半を占めるまでに成長した。ロイターの事業規模は、一般ニュース部門では AP の後人を廃しているものの、社全体では AP のおよそ10倍に達している。今や、経済、金融情報分野の勢力図に目を向けることなくしては、この業界の全貌を知ることはできなくなっている。ポール・ジュリアス・ロイター像ニュースをいかに迅速に、 提供するかということは通信者に求められる大きな支出である。19世紀以降に進んだ電気通信網の整備は通信者の発展に大いに貢献した。いち早く産業革命を達成したヨーロッパからは相次いで有力通信者が出現した。1835年、ユダヤ系フランス人シャルル・ルイ・アバスが近代的通信者の先駆であるアバス通信者を パリで創業した。遡ること10年、1825年に通信事務所を作ったアバスは、主要国の首都に配置した通信員から送られる株式、商品市場などのニュースを翻訳、編集して購読者に配布した。アバスは1848年、ヨーロッパ各国の首都を伝書場とによって結ぶという画期的な方法を採用した。 当時の鉄道に比べると電書バトの方が効率が良く、アバスのニュースの速さに注目した新聞社はこぞってアバスを購読するようになった。14年後の1849年、ユダヤ系ドイツ人で元アバス社員のベルンハルト・ボルフがベルリンでボルフ連邦局を創業した。ボルフは1848年、ベルリンの新聞。 ナツヨナールザイトングの経営に参画した。この時ボルフは取材費と通信費が社にとって大きな負担になっていることを知り、これを軽減するため銀行や新聞社に相場の情報を配信することを考えた。この頃付設された電信線が民間に開放されることが決定すると、ボルフはこれを利用したニュース配信に乗り出した。1851年には、 やはりユダヤ系ドイツ人で元アバス社員のポール・ジュリアス・ロイターがロンドンでロイターを創業した。1849年に独立したロイターはドイツで起こした通信社がボルフに駆逐された後イギリスに渡って株式市況を速報する事業を始めた。国内外に張り巡らした電信網の使用を政府から許可されたロイターはニュース配信の他に個人や企業に向けた。 電信事業を広く展開した。これら三社は同業他社を圧倒する勢力を保持し、19世紀の世界における三大通信社と称された。設立当初、三大通信社は激しく競合したが、衝突による疲弊を避けるため、また提携による相乗効果を図るため、1856年に第一回の国際協定を締結し、 相場の速報を相互に交換することを訳した。協定は1859年に一般ニュースの分野にも拡大、その後何度も公開された。1870年、3社はニュースの収集、販売の独占権を以下のように分け合うことを決定した。例えば、日本はロイターの勢力圏に入ったので、日本の通信社は外伝が欲しければ、 原則としてロイターと契約を結ばねばならないとされた。こうして三大通信社が世界市場を三分する体制が確立したのである。アメリカの AP はこの流れに遅れを取った。AP はニューヨーク港に入る船舶の乗客からヨーロッパ情勢を取材するためにニューヨークの新聞社5社が1846年に共同で設立したハーバーニューズアソシエーションを起源とする。 名は1857年にニューヨーク AP と名を改め各地の新興通信社と結びながら規模を拡大するがシカゴで創設された西部 AP がニューヨーク AP を上回る勢いを見せる。1892年西部 AP を中心として AP が結成された。19世紀のアメリカは対外的には不干渉主義を取りもっぱら国内経済の整備。 発展に注力してきた。ヨーロッパに比べて歴史の浅いアメリカはまず足元を固める必要があり、A、AP の姿勢はまさに政府と同様であった。だが結果として AP は独占体制に加わる機会を一した。国際ニュースをヨーロッパの通信社からの供給に依存せねばならなくなった AP は国際協定の破棄を大目標に掲げる。1893年。 アメリカ国内に限って自主権を獲得し、三大通信社に準ずる存在として協定に加わったが、国際市場への進出は依然として制限されたままであった。1918年 AP はアバスの勢力圏である南米に進出した。ただし、南米の新聞社が契約相手をアバスから AP に変えた場合、 その損失分を AP はアバスに保証せねばならず、しかも AP からアバスへ提供する記事はこれまで道理無償とする極めて不利な条件下での進出であった。1927年に開催された AP の理事会は協定の破棄を支持した。さらに1933年 AP は日本の新聞連合社とニュース交換契約を締結し国外市場に乗り出した。 堅固な独占体制の崩壊が既成事実となったことで、ロイターやアバスは打撃をこむった。翌1934年、協定は正式に破棄され、三者による分割独占の時代は終わりを告げた。以後、豊富な視力を誇るアメリカの通信社が発展を遂げた。AFP 本社この間ボルフは、ドイツが第一次世界大戦で敗北を喫したことにより、 国外の勢力圏をロイターとアバスに奪われ、国際通信社の座から転落した。1933年、ナチスドイツの国営通信社 DNB に吸収され、第二次世界大戦の敗戦後は国家の東西分裂に合わせて西ドイツ側のドッパと東ドイツ側のアドントに分裂した。アバスは第二次世界大戦でフランスが降伏すると解体に追い込まれ、 フランス政府に接収された。これに反発した元社員らは残った施設を元にして通信社群を起こし徹底抗戦の論人を張った。パリが解放された1944年、これらの通信社を急合して AFP が創設された。同社はアバスの設備や人材を受け継いだため、アバス時代と同様に大きな勢力を持つことができた。設立当初は、 半官半民の組織であったが、1957年の定款改正により民間企業に改組された。しかし、収入の多くを政府から拠出される資金に依存する構造は、その後も続いている。ロイターは、第一次世界大戦中に社長に就任したロデリック・ジョーンズのもと、世界戦略を推進した。ジョーンズは通信社の社長でありながら、 イギリス情報省のプロパガンダ局長を兼任し、政府と癒着した経営を続けた。ロイターは、一時は世界最大の通信社として君臨するが、対等する AP やアップに押され、次第に推微していった。1941年に共同組合に改祖したロイターは、生き残りの道をイギリス連邦の大合同による経済圏の構築に求め、自社株を オーストラリアのオーパス及びニュージーランドのオンスパにも開放した。しかし、カナダや南アフリカの抱き込みに失敗し、インドでの売り上げは同国の独立後に激減。また、極東の有力市場であった中国では共産党政権の成立により西側諸国の通信社が軒並み締め出された。ロイターはかつての意向を失い、存亡の危機に立たされた。UPI 本社。 タス本社20世紀中央に至るとアメリカの AP や UP、そしてソ連の国営通信社タスが勢力を拡大した。アメリカでは AP、UP、INS の3社がしのぎを削っていた。AP がロイターやアバスなどの有力通信社と提携して相互の活動領域を定める戦略を取ってきたのに、対し UP は独力で証券を開拓した。AP は アメリカ国内の契約相手を一つの都市圏につき一社に限定しており、契約できなかった社は不満を募らせていた。アップはこの感激を縫うように AP との契約から漏れた社を積極的に取り込んで勢力を拡大した。1958年、設備投資の増大で経営が悪化した INS と合併して UPI となり AP と激しく競争した。 UPI は国外においてはブップを設立してイギリス連邦の市場に進出。同地域を地盤とするロイターに対抗した。ソ連では、帝政ロシア時代の通信社がロシア革命後に再編されてタスが誕生した。タスは連邦内のニュースを独占配布する権限を有し、また国際ニュースはタスを通じて連邦内に流されることになっていたため。 安定経営が維持できたのである。20世紀中央、アジアアフリカの植民地は次々と独立を果たした。しかし、こと国際情報の輸出入に関しては、先進国との間に著しい不均衡が残ったままであった。発展途上国側から配信されるニュースの量と先進国から配信されるそれとの差は、歴然としていた。また、英語やフランス語、スペイン語など、 使用頻度の高い言語を公用語としない国々の通信者の場合、諸外国に記事を配信するにはあらかじめ翻訳をせねばならず、時間と労力、そして経費がかかる。このため、欧米の通信者は構造的に優位に立っているとされる。南北問題は情報面でも存在していたのである。このため途上国の間では、独立国間の主権の平等を原則として、 相互依存の関係を構築すべしとする機運が高まった。1978年のユネスコ総会で決議されたマスメディア宣言に代表される、いわゆる新世界情報通信秩序の概念は、こうした情報格差の是正を目的として提唱されたものであるが、現在のところ実現の見込みは乏しい。ロイターデータセンター一方ロイターは深刻な経営難に陥っていた。 売上高は、最大手 AP の5分の1と大きく水をあけられ、存続すら危うい状況であった。このような中、1963年に休止した前、社長を継いだ、ジェラルドロングの指揮のもと、ロイターは社の立て直しを図る。起死回生の切り札は、同社発のコンピュータによる、経済情報通信サービス、ストックマスターであった。株の達人の名の通り、 ストックマスターは証券取引を制御とするものに向けて開発された製品であった。ストックマスターの成功によりロイターは劇的な復活を遂げ金融情報サービス企業として大きく舵を切る。主たる顧客は新聞社ではなく端末の画面を凝視するディーラーとなった。ロイターが開発したこのシステムは改良によって利便性を増した。ストックマスターでは 顧客は端末に送られた経済情報をもとに取引の方針を決め電話で売買の注文をしていた。新サービスでは端末に売りまたは買いと入力することで決済が完了するようにした。コンピュータ上で全ての取引が完結する仮想市場が減出したのである。1981年、クレンレンフルーがロングを継いでロイターの社長に就任した。 レンフルーは1984年、ロンドン証券取引所及びナスダックへのロイター株上場を果たす。同社の株価は急上昇し、社は大いに潤った。イゴロイターは、世界最大の電子証券会社、インスティネットをはじめとする企業との合併を繰り返して、規模を拡大した。マイケル・ブルームバーグ。写真は、政治家に転身した後のもの1981年10月。 マイケル・ブルームバーグがイノベーティブ・マーケット・システムズを創業した。ブルームバーグはソロモン・ブラザーズの幹部として活躍していたが社内構想が元で解雇された。この時手にした1000万ドルの退職金を元手にブルームバーグと4人の同士は国際価格などの情報を配信するビジネスを開始した。当時はダウ・ジョーンズやキャンター・フィッツ・ジェラルドが出資するマネーライン。 テレレート社の販売する端末が圧倒的なシェアを誇っており、この分野への新規参入は不可能とさえ言われていた。しかし、ブルームバーグの開発した端末はテレレートの製品を凌駕していた。すなわち、価格や利率といった情報のみならず、内蔵ソフトがテクニカル分析を行い、売りか買いかの判断の指針を示すという画期的な機能を有していたのである。 設立当初、ブルームバーグは、ダウ・ジョーンズから、ニュースの提供を受けて、端末に流していた。しかし、将来ダウ・ジョーンズがブルームバーグを敵視して、情報提供を断ることを懸念して、自前の取材網の確立を模索する。ブルームバーグは1990年2月、ダウ・ジョーンズから引き抜いたマシュー・ウィンクラーを中心として、ブルームバーグビジネスニュースを開始した。 金融情報ベンダーとして創業したブルームバーグは、こうして、通信社事業に、本格参入するに至った。ブルームバーグが躍進する中、モスクワでは1989年、インテルファクス通信が設立された。ソ連の消滅も影響し、タスの一極集中体制は崩れた。1991年には、慢性的な赤字に苦しんでいた UPI が倒産し、A、AP が、 アメリカ市場に羽を唱えた。一方、ロイターはインターネットを利用した情報提供に本格的に乗り出した。世界の通信社の勢力図はさらなる変動を続けている。日本では江戸時代に米相場の動きを手端信号によって遠方に伝える手法が存在したが、近代的通信社が生まれたのは明治時代のことである。 板垣大輔らが中心となって展開した自由民権運動を契機として国会設立の機運が高揚し1890年に第一回帝国議会が開かれたこの動きに乗って続々と新聞が発刊され同時に国政の動向や正論を配信する通信社も数多く設立された東京だけで二百を超える通信社が存在したというが早々期の通信社は 総じて小規模なものであった。1887年、六角正太郎が東京急放射を創業。大阪、道島の米市場の情報を江戸橋電信局に打電し、東京の顧客に伝達した。これが日本における近代的商業通信の講師である。同社は1904年に合資会社商業通信社として再生。 1919年に株式会社化し、1937年12月に同盟通信社の子会社、日本商業通信社に吸収された。1888年11月4日、三井物産創業者の増田ダにより、時事通信社が創立された。同社は、当時の内務省警保局長、清浦警護の肝入りで設立された。 雇用期間であったが、激しい内紛に見舞われ、3年足らずで事実上の休業に陥った。1890年1月10日、郵便放置新聞社社長の矢野龍慶子と矢野文雄が新聞用達会社を創業した。同社は郵便放置新聞社と同様に立憲改新党支持の姿勢を明確にしていた。1892年5月10日、 時事通信社と新聞用達会社が合併して帝国通信社が誕生。初代社長には新聞用達会社で主幹を務めた竹村義貞が就任した。同社の記事は政府の方針にそぐわないとして度重なる発行停止処分を受けたが、三通りは館長の発表記事に強く、新聞各社は三通りの記事を欲した。 同社は日清戦争及び日露戦争を通じてその業務を拡大し、抜きんでた存在に成長した。19世紀に生まれた通信社としては他に、1890年11月に清浦慶吾が警報局の機密費を使って設立した東京通信社や、1891年に恩馬誠学が設立した日本通信社、 1893年5月に出版会のオス、博文館の大橋左平が設立した内外通信社。1899年2月に自由東大西の星徹が設立した自由通信社などがある。日本通信社は、1906年に被護者の伊藤、広文が京城に当館府を置き、自ら初代当館に就任すると、京城西局を設置した。 日本の通信社が海外に拠点を置いたのは、これが最初である。内外通信社は、ロイターとの直接契約に成功し、外電を国内に配信した。しかし当時は、外電の需要が低く、売り上げは低迷した。結果、1897年に、白報道の関広島を二譲とされ、1955年に白報道に吸収された。 自由通信社は自由党の宣伝機関として機能し、星の死後は、西恩寺金持ちがこれを継いだが、関東大震災以後凋落した。1901年7月1日、三保星雄が、電報通信社を創業した。三永は、日清戦争の際に従軍記者として、中国に渡った経験を持つ。この時、通信手段の不備による記事掲載の遅れなどの理由から、 通信社の重要性を痛感した三永は、自ら通信社を起こすことを考えた。だが、通信社設立には、莫大な資金を要することから、三永は、営利の見込まれる事業として広告業に目をつけた。すなわち、広告代理店、日本広告株式会社を設立し、しかる後に通信社を広告代理店に併設するという形を取ったのである。日本広告と、 電報通信社は、新聞社から受領する通信料と新聞社に支払う広告料を総裁する方式で地盤を築いた。新聞社にとってこの手法は、広告枠を電報通信社に開放しさえすれば、ニュースを享受できるため都合が良く、後発の通信社であった電報通信社がシェアを拡大する上で大いに役立った。しかし同時に、 これは通信社が新聞社の政策予脱の権を握ることに他ならないとの批判も受けた。1906年12月27日、三つ永は日本電報通信社を起こし、電報通信社を買収。資本金は20万円であった。翌1907年4月、京場西局を設置した。また、6月21日にアップが設立されると、翌月には早くも、 アップと通信協定を結び、アメリカ系の国際ニュースを初めて日本の新聞に導入。8月1日、日本広告と合併した、現在の電通である。電通の急成長ぶりは、1908年に開催された創立7周年記念式典の際に、低新省通信局長の小林健次郎が述べた祝辞にも現れている。 祝辞によると、当時の日本における予約電報は毎日8000字、予約電話は毎日50通話で、共に3分の1が電通によるものであったという。日本の有力通信社として台頭した電通は、先行する帝通りと激しく争った。なお、電通は他者に比して、政治的立場の鮮明な記事は多くはなかったが、立憲民政党系の帝通りと競合したこと。 立憲声優会系の新聞社と多く契約していたことなどにより、電通も声優会系と目されることが多かった。1914年2月、国際通信社が設立された。代表社員は、河山助則の長男で在会の重人、河山愛介。総支配人は元、AP 東京支局長のアイルランド人、ジョン・ラッセル・ケネディが務めた。同社設立の背景には、 アメリカ在住の経験を持つ高峰常吉や彼に同調した牧野信明、渋沢栄一らの強い思いがあった。1909年8月に都米実業視察団の団長としてアメリカに向かった渋沢は、同国における日本関係の記事が非常に少ないこと、しかもそのわずかな記事の中には悪意に基づくものもあることを憂慮し、日本から海外にニュースを積極的に発信する。 必要があるとの認識を持つに至った。1911年には来日した、A、AP のメルビル・イライジャストーンが講演し、日本も国家代表通信社を持つべきだと主張した。後の同盟通信社社長、古野之助はこれに感銘を受けた一人である。しかし、世界三大通信社の協定に基づく制約により、 国債は諸外国の通信社と独自に契約することが許されず極東市場を掌握するロイターを通してニュースを得るに止まった。渋沢らの意図に反して国債はロイターに従属する立場から脱却できなかったのである。国債は慢性的な赤字に苦しんだ。同社がロイターに支払う通信手数料は月2000円。対して 契約新聞社からの購読料はほぼ同額の2000円余りに止まり、諸経費を含むと足が出た。赤字は外務省が補填した。新通信社の設立が検討された。1913年11月、ケネリが独断でロイターと契約。渋沢が設立しようとしていた通信社、文言中の新ケーとはロイターから、 日本国内における営業上渡を受ける体裁でありながら毎年3000ポンドも払って原則ロイターからの受信しかできず発信はロイター側から求められた時だけ行うことになったロイターは日本の新聞社と個別に契約する必要がなくなった1914年10月1日に東方通信社が上海で設立された社長は 品研究所所長の宗方小太郎国際がアメリカでの排日運動に刺激されて誕生したのに対し、こちらは中国におけるドイツの排日運動の盛り上がりに対抗するため、外務省の働きかけによって誕生した。1920年8月1日、同社は新東方通信社に解消し、本社を東京に移転している。 ケネディに代わり国際社長に就任した岩永祐吉は3万ポンドの代償を払って日本国内のロイターの連を譲り受けるなどした。1925年にはモスクワへ赴き、ロスタと対等の通信契約を締結した。さらに岩永は新聞社の共同機関による通信社の設立を解き、1926年5月1日、国際と東方の合併により、 日本新聞連合社を設立した。同社は東京日日新聞社、大阪毎日新聞社、東京朝日新聞社、大阪朝日新聞社、国民新聞社、時事新報社、中外商業新報社、放置新聞社の発社による特命組合であった。この頃、三角通りは落日の時を迎えていた。頼もぎ桂吉が社長を務めていた。 大正末期に黄金時代を現出した三角通であったが、関東大震災で社屋が全壊する被害を受けた。また1925年に、田野もぎが加藤内閣の定止事務次官に就任して、社長職を離れた頃から、社業は陰りを見せ始めた。国際は三角通りを通じて、外電を各地方に配信する契約を締結していたが、新会社の連合は、 契約期間が満了したのを機に、これを廃止。急速に没落した三角通りは、1929年に破産宣告を受けるに至る。以後、電通と連合の二大勢力が激しく争う、電電時代が到来した。市政会館。同盟通信社及び時事通信社が本社を構えた1931年の満州事変後、陸軍省、海軍省、 外務省の情報担当者による会議が行われ、情報通信の一元化による統制を行うための布石として、電通と連合の合併が画策された。電通にとっては承服できかねる話であり、多くの地方紙も強行に反対したが、新会社、同盟通信社の設立構想は進められた。1932年12月、里見はじめの 満州における国家代表通信社の設立工作により、満州における電通と連合の通信網を統合した国策会社である満州国通信社が設立された。同社は後に同盟通信社の姉妹機関となる。1935年11月17日、電通の承諾なきまま、同盟通信社の設立が許可され、12月17日の設立総会で、 翌月1日からの業務開始が決定した。合併推進派は、小森七郎、勝力松太郎、寺田四郎の3名を、三永の元に向かわせて、本意を促したが、三永は首を縦に振らなかった。1936年1月1日、社団法人同盟通信社が発足した。ただし、未だ電通側の承諾が得られないまま飲み切り、発射であったため、この時点では、 連合が社名を変更したに過ぎなかった。同年3月9日に誕生した広田内閣において停心大臣に就任した田野木葛吉は、かつての商売的である三長を呼びつけ、政府最低案の受諾を迫った。三長はこの案をのみ、4月30日に契約書に調印。6月1日、電通は通信部を同盟に譲渡し、 広告代理部門は同盟の広告部と統合した。現在の広告専業としての電通の基礎はこうして形成された。同盟は日本の国家代表通信社として、また東洋最大の通信社として君臨した。しかし帝国と共に拡大した同社の命運は帝国と共に尽きることとなる。1945年8月15日、第二次世界大戦は、 日本のポツダム宣言受諾によって集結した。同年9月24日、GHQ は新聞の政府からの分離を指令。同盟社長の古野猪之助は、同盟が原形を止めない形で解体されるのを恐れ、先手を打つことにした。古野は即日 GHQ に赴き、同盟の自発的解散の意思を表明したのである。10月31日、同盟は正式に解散し、 翌11月1日、共同通信社と時事通信社が発足した。同盟通信社の解散に関する覚書では、共同は新聞社及び放送局を対象とする新聞通信を経営し、時事は一般購読者を対象とする時事通信、経済通信、出版事業などの経営を行うとの基本方針が定められた。 共同通信社共同通信社旧本社共同は発足当日の11月1日に早くも AP とニュース配信を受ける契約を締結した。11月10日にアップとまた1946年1月1日にはロイターと契約し国際ニュースの安定供給に向けて布石を打った。また1949年7月に国際ニュースの自主取材を開始して 1952年6月、ニューヨーク市局の設置にこぎつけた。1950年に始まった朝鮮戦争は、朝鮮特需による好景気を日本にもたらしたが、共同もニュース配信量の急増による恩恵に良くした。さらに、中国が戦争に介入すると、新華社から受信するニュースが世界中から重宝され、共同の価値を高から占めた。 しかし1952年9月、加盟新聞社の内朝日、毎日、読売の三大誌が脱退を表明した。他社を圧倒する規模を有する三社は、共同に高額な負担金を払わずとも、ニュースの収集が可能と判断した。また三社には、共同が干上がれば、多くのニュースを共同に依存する、各地方誌が打撃を受け、自社の販路拡大に有利に働くとの思惑があったと。 される。三社の負担金の合計額は1800万円と全体の4分の1に達しており、これを失えば共同が直ちに苦境に陥ることは確実であった。共同は他の加盟新聞社に負担金の増額を要請。各社がこれを了承したことにより危機を乗り切った。なお、ロイターなどとの契約が思うように進まなかったことから、三社は後に 海外ニュースに関しては再び共同からの記事配信を受けるようになった。世界の注目を集めた1964年の東京オリンピックでは共同の配信する記事が存在感を示した。時事通信社一方時事は1946年8月アップと経済通信分野における特選契約を締結。さらに1949年12月 AFP と 一般ニュースの契約を締結して、1952年1月、ロイターと経済通信の独占契約を、その翌年には AFP と経済通信の独占契約をそれぞれ締結した。しかし、時事の船では順調には進まなかった。同盟の目星遺産は共同が引き継ぎ、さらに時事は外地から引き上げてくる元同盟社員の受け皿とされたために、 人件費がかさみ、設立当初から苦難の道を歩まざるを得なかったのである。同盟解散時、古野は将来時事と共同が再合同することを期していた。一般ニュース分野と経済通信分野とに分割して、住み分けを図ったのも、両者の無用な衝突を避けるためである。そして、時事は一般ニュースを必要とする場合は、共同から無料で供給してもらえばよい。 専用船も共同のものを無償で使用すれば良いとしていたが、実際に分社化すると、そのようにはいかなかった。一般ニュースの自主取材は、覚書によって厳しく制限され、また、廃線ごまもない日本経済は著しく疲弊しており、経済通信での収入もかんばしくなかった。このため、1949年7月14日に、社長の長谷川斎二が、 共同常務理事の松方三郎と直接交渉し、両者は覚書きの撤廃に合意した。以後、共同から時事へのニュース供給は途絶し、古野のの意図に反して、両者の本格的な構想が始まった。1971年、日本経済新聞社が、子会社、株式会社市況情報センターを設立した。クイックは、専用端末、ビデオアイで、 経済情報サービス分野に参入し、急成長を遂げた。新たな脅威の出現により、時事はさらなる苦境に陥った。1971年は時事にとってもう一つの意味で特別な年であった。この年の6月、初代社長の長谷川が退陣したのである。独裁的とも評される長谷川の経営方針や、 経済界寄りの態度に不満を覚えた社員らは1968年、実質的には機能していなかった、時事通信社労働組合に代わる組織として、時事通信労働組合を結成し、待遇改善などを要求する運動を展開。組合には、約120人が参加した。1971年3月26日と4月28日、組合は、全日ストに突入し、 機動隊が出動する異常事態となった。老子の対立は、1971年5月の第51回定期株主総会で頂点を迎える。席上、組合員による質問が突如打ち切られ、提出議案が強行採決されたことに、組合側が猛反発し、総会は紛糾した。こうした一連の混乱の責任を取って、長谷川ら経営陣は辞職した。 ロイターは明治初期に外国の通信社で初めて日本に特派員を置いた歴史を持つが20世紀半ばの段階では現地法人の設立には至っていなかった。1971年のクイック設立時、ロイターは8%の資本参加を行い、ストックマスターなど主力商品の販売を委託した。しかし1984年に クイックとの関係を解消。翌1985年、日本法人、ロイター・ジャパンを設立した。一方、ブルームバーグも日本市場の開拓を目指し、経済情報を一刻も早く入手できる環境を整えるべく、東京証券取引所内の記者クラブ、カブトクラブへの加盟を申請した。しかし外国メディアの加盟は、例がなく、また、 全国の記者クラブのあり方にも関わる重大事であったため、再三にわたる申請に対しても許可は降りなかった。また、カブトクラブに加盟すれば重要な経済情報がいち早く手に入るため、立場を悪用すれば不正に利益を上げることもできる。通信者と言えるのかどうかも疑わしいブルームバーグにそのような特権を与えても良いのかといった疑問の声もあった。豪をおにやした。 ブルームバーグ側はアメリカ大使館の圧力を利用して揺さぶりをかけた。これが功を奏し、1993年、ロイターと共にカブトクラブへの加盟を認められた。この結果、両者の速報性は向上した。対して、規制に安住して20年前の商品、ビデオアイを販売し続けてきたクイックの影響力は著しく損なわれた。また、 時事にとって、この一件は、クイック以上に、巨大な競争相手の登場を意味していた。塩止めメディアタワー。共同通信社の本社が入居する共同の命綱は、加盟者からの負担金であるが、強大な発言力を有する、大手新聞社や、経営環境の厳しい新聞社からの値下げ要求に、悩まされている。百九十八年、外信のみ共同と契約していた朝日。 毎日、読売が、負担金の値下げを要求した。部数が減少した産 k も脱退をほのめかし、負担金の大幅削減を実現している。2005年には、負担金に関する、日本テレビとの交渉が決裂。日本テレビは脱退し、ニュース収集に関する読売への依存度を強めることとなった。こうした動きが波及すれば、共同の財務体質に、 深刻な影響を及ぼしかねない。対する時事は創業時に一般ニュースの分野を共同に明け渡したことから長く新産を舐めてきた。主力の経済情報分野ではロイターやブルームバーグの参入でパイの争奪戦が激化しており暗感としていられない状況が続く。こうした事情から共同、時事両者の合併が常に囁かれている。 両社が出資する新会社、日本メディアークの設立時などには、業界誌や雑誌が合併に向けた動きかと報じた。日本の通信社を代表する両社の合併係に実現した場合、新会社が日本の国家代表通信社として世界に有費する可能性が期待される。だが反面、少なくとも日本国内においては新会社が突出した影響力を持つことになるため、 情報市場の独占による弊害を危惧する声もある。新華社本社、ありがとうございます。